山形県小組町教育委員会渋谷洋二と申します本日は地域学校共同活動による町民総係の教育と学校を核とした地域づくりというテーマで 小国町の実践を報告させていただきます小国町は山形県の南西に位置し新潟県を隣にして人口7,000の町であります平成13年にはこのような学校数でありましたが平成26年には統合が進み小学校1校小中併設校1校 中学校1校、県立高校1校となりました。はじめに、コミュニティスクール構想と実施体制をご覧いただきます。本庁の教育は、平成10年から連携型中高一貫教育を開始し、現在は保障中高一貫教育を進めております。それを支えるものとして、 地域学校共同本部そして町全体の教育の方向性を協議する合同学校運営協議会がありますそのもとに各学校の学校運営協議会があり県立高校である小国高等学校もこの学校運営協議会に参加しております。また、地域学校共同活動を実践する 個人・団体を白い森子ども応援隊と呼んでおりますさらに共同本部事務局と同じメンバーで作る「白い森学習支援センター」がありこの学習支援センターはこ,こ,でこの機関車で示すように「白い森子ども応援隊」をけん引するさらには「地域未来塾」も主催しております。 本部事務局は、推進員が3名、統括の推進員1名で事務局を構成しています。全員が共同本部に席を持ちながら、各学校の地域学校共同活動にも出かけます。小国町のコミュニティスクールは、次の3つの学校像を持っています。学校運営協議会が設置されている。 それから地域とともにある学校づくりをする学校ですが特に町民総がかりで地域とともにある学校づくりをする学校学校を核とした地域づくりに寄与する学校の3つです学校づくり地域づくりのための意識改革がその狙いというふうに考えています次に 類型と課題に分類してみま,ました汎用性を意識しました類型による分類としては学校支援活動がこれまでも十分に行われている学校地域あえてここでは学校支援活動としています次に学校支援活動が PTA などが担っていた学校地域そして統合した比較的新しい学校地域というふうに分類しました 課題としてはこの二つですそれぞれの類型校におけるコミュニティースクールとしてのメリットの生かし方その二として町全体としてのコミュニティスクールであることのメリットの生かし方ですさらに地域学校共同活動を進めるにあたりましてその行事の地域化学校化ということを意識しましたまずは 学校が進めた学校行事の地域化地域が進めた地域行事の学校化でありますこれはコミュニティスクールを進めるにあたって行事を増やしてさらに多忙感を増すことのないように各学校が行事を増やすことを避ける狙いであります質を変えていくという考え方ですならば地域学校共同本部も 行事の地域化学校化を考えることができますこのような考え方ですこれが活動を進めるにあたってそしてその意識を変えるにあたっての具体化の視点と捉えています早々期における各学校の学校運営協議会です課題1累計算です小国小学校小国中学校の場合です26年の時 10月に2つの学校の学校運営協議会が設置されました当初は学校からの提案そして意見承認と行われましたそれが28年度になりまして塾に委員からの提案そして共同が進んできました小国中学校の例ですこのようなテーマで塾議を始めてみました また委員からの提案共同についてですがこのような活動の模索が行われましたボランティアサークルトライアングルに図書の貸し出しをしている生徒の見守りを依頼しましたその打ち合わせを行ったところ図書の貸し出しに付き添っている必要はあるのかもっと意味のある活動にしたい という意見が出されその具体策として駄菓子屋学校ののようううなものはどうかという意見が出ました整理しますと委院からの提案そして学校で調整が行われ共同に結びつきました。28年度に行った昼休み15分間図書室でのブックカフェの取り組みです。 ボランティアの皆様にも有用感を感じてもらうことができましたこれを学校サポーターと呼ぶことにしましたこの活動が小国小学校でもぜひということから始まりました希望を取ったら非常に多く各学年に分けて年間6回で行うことにしました繰り返しボランティア が学校に出向くことによって年度内における継続的な地域学校,学校共同活動になりました思わぬ効果がありました地域の大人との良好な関わりが生まれてきました学校サポーターと呼んでいたものをこの時から学校パートナーと呼び変えました課題二に対する取り組みです お小宮町合同学校運営協議会です平成28年度にそれを立ち上げ当初の組織は教育長各学校の制服会長校長の集まりです28年度は情報交換でしたが29年にあり塾議を行ってみましたテーマはこのようなテーマですこの時出された意見として 統合前の学区の地域では、学校が遠い存在となってきている。そこで、熟議を反映させた地域学校共同活動というのを考えました。二十九年夏休みを行った地域体験学習講座です。言ってみれば、地域学校共同本部が進めた行事の地域化の例です。地域体験学習講座とは、 町内の周辺地区旧小中学校の校舎を利用します講師は地域のボランティアです地域ボランティアが準備やまたは指導も主体的に行います地域に伝わる文化ですそのために学校運営協議会委員にも関わってもらいました地域の教育資源の掘り起こし場の提供を依頼しました 中央地区を除く7地区で開催し、沖縄地区の場合でありますが、地域に残る古田歌舞伎を体験してみました。会場は旧の沖縄小学校。準備は古田歌舞伎保存会にお願いしました。この時、地域の声がけによる中学生ボランティアがあり、これが翌年以降の大きなヒントになりました。 小玉川地区ではガムラン演奏体験を行いました講師は小学校の時に国民文化祭で演奏経験のある若手の地域ボランティアですしかし参加者を見てください地域の子ども2人だけでしたそこで翌年からの地域体験学習講座の取り組みを考えました 開催地区以外からの参加を促進したい地域ボランティアを拡大したい中高生ボランティアを拡大したいというふうに考えましたこれは白沼地区における地域体験学習講座です次第に参加者それから中学生ボランティアも多くなってきたことがわかると思います言ってみれば地域学校共同本部が進めた行事の地域化 それから学校化ともいうことができると捉えています白沼地区における地域体験学習講座の受け入れボランティアの感想ですこのような感想をいただきました地域づくりへの効果と捉えることができると思っておりますまた伊佐領地区む昔遊び体験を進めるにあたりまして 元学校運営協議会委員に協力を得ました委員を退任しても白い森子ども応援隊コアメンバーとして引き続き地域学校共同活動に関わってもらっていますこれを進めるためにこの地域体験学習講座を夏休み以外でも開催したいと思いましたもともとあるあった小さな小中学校は 地域と非常に密着の高い学校でありました子どもの声が毎日響く学校でありましたところがスクールバスの通学になり地域から子どもの声がなくなりましたそれに戻すことはできませんが一日でも二日でもそういう日を作りたいという思いです 地域学校共同本部が進めた行事の地域化、そして学校化を意図しました。このとき、行事の地域化、学校化の視点と具体策を整理してみます。地域の人材を活かすということで、スタジオコグマという,うアトリエがありますのでその、それを講師として要請しました。開催地区以外の参加者を募るということで、 小国小学校からさらに離れたかの水小学校児童への参加要請もしました地域の施設や組織を活かすということではこういうことです学校運営協議会委員にも協力を得ました中高生にも協力を得ましたこの時は小国中の美術部のボランティアに参加要請をしましたさらにですが 町民総がかりの白い森子ども応援隊を目指すにあたりましてこの地域にある既存組織である小玉川青年団一頃との連携を進めました地域づくりを強く意図しましたこれがその時の取り組みの様子です一頃の会長に参加してもらいました それが翌年のガムラン演奏体験につながります。この時の参加者は22名。石ころの会長のほかに、そのメンバーがたくさん参加してくれました。課題1・類型1の学校の取り組みです。かの水小中学校の場合です。学校が進めた学校行事の地域化の例です。 学校運営協議会で地域の人が教室に入って一緒に生徒と学ぶことはできないでしょうかそういう取り組みをしたいという話です校長先生が考えましたその翌年学校行事において著者の授業としてそれを実現しました言ってみれば学校行事の地域化ですさらに逆に学校化の例です 地域行事に小中学生が参加するというのは小さな学校では日常的な姿ですがこれを地区実行委員会が幼児種目の企画と運営を中学生に任せました。三角になりました。中学生に有用感の高まりができそして考えてくれたのがその種目の内容に加えて地域のお年寄りに ゴールでの待ち受けを依頼しましたお年寄りも有用感です地域行事の学校化ということができるかと思いますこれらを合わせますと地域と学校の双方向が進んできたというふうに見ることができます課題一類計算です小国小学校の場合です小国小学校の学校パートナーを 読み聞かせ支援活動はそれまでも行っていましたが学校運営協議会委員も参加して再編成いたしました会長も読み聞かせパートナーですさらに学校運営協議会全員が4つのパートナーのどれかに所属することにしました委員全員参加の学校パートナーになりました課題2の取り組みです 合同学校運営協議会です30年度から組織替えを行いましたそれまでの合同学校運営協議会をその役員会と位置づけそして全体会を全員そして校長先生のほか教頭・地域学校担当教諭が入ることにしました全員による塾議をそこで導入しました30年度の塾議の様子です 令和元年度の塾議の様子ですこの塾議によりましてコミュニティスクールは地域づくりだと確認できました委員の地域学校共同活動への納得感がこれによってぐっと深まりましたコミュニティスクールと地域学校共同活動の一体的推進と言われています小国町の場合 学校運営協議会の委員が地域学校共同活動に直接参加します戻ってその経験を活かして学校運営協議会が行われます学校運営協議会と地域学校共同活動の一体化と言えるかというふうに思います一体化による効果です子どもの姿が見える議論になってきました 委員の活動の主体化が進みました塾位が成立してきました地域と学校の双方法性が高まってきましたこれら地域学校共同活動と当初お話ししたもう一つの取り組み地域未来塾を合わせた延べ活動人数29年には2000名ほどでしたがそれが30年は4000名 令和元年はやや減りましたがそれでも3000名大町の人口と比較していただきたいと思いますこれまでの成果と今後に向けてでありますがはじめに成果です子どもに対する見方がより好意的になってきました地域と学校子どもの距離感の近づきが報告されています 地域学校共同活動による学校づくりが進んできました保障中高一貫教育の充実と高校卒業進路実績が向上してきました町民の生きがい地域づくりに効果が出てきたというふうに捉えていますコミュニティスクールの現状と今後ということです再び教育構想です 白い森子ども応援隊には地域の多くの団体に関わってもらっていますこれら町内の諸団体個人の理解をさらに進めて参加者を増やしていきたいと考えていますこれらの諸団体にはそれぞれの目的を持って組織されているものでありますけれどもその活動の一つにおむにの子どもたちへの 地域学校共同活動を含めてもらうようにお願いし。そして共通に目指すものとして。二つを抑えてもらいたいという話を進めています。一つは。おむぎの子どもの豊かな成長。そしてもう一つは。未来につながる地域づくり。この二つを。 大事にしながら小国町のコミュニティスクールをさらに進めていきたいと考えています誠にありがとうございました